おはようございます。シネマトグラファーの大畑です。6月にUM東京の企画でズーム対談を行ったんですけれども、今回はその一部を公開していきたいと思います。ゲストは BMW など大手企業のブランド広告から落合陽一さんの YouTube チャンネルまで幅広く手掛けるクリエイティブカンパニーのバード&インセクト代表の俊太郎さんとエヴァンジェリストの林祐介さんをお迎えして、写真のこと、映像のこと、アートワークの裏側を根掘り葉掘り聞いています。では早速ご覧ください。これはシャンプーの広告ですか？はい、そうですね、中野製薬っていうのはヘアサロン専門のヘアケアグッズを作ってる会社さんで、60周年を迎えるにあたって社長が交代してリブランディングをかけたんですよね、会社自体の。で、そのブランディングムービーと記念式典のオープニングのための動画と広告用のグラフィックでパンフレートも含めた部分。スチールとムービーってそれぞれどんな感じの機材で臨まれてたんですか？これもカメラは変わらないですね、先ほどのアルイズと、850と、ブラックマジックですね。ポケシネのカメラで、基本的には撮影しています。もう基本単焦点みたいな感じです。そうですね。基本単焦点で、スチールの方はニコンの2470とかも使ってますね。場合によって。はい。大体こういうポートレートっていうか人物を撮るときは何ミリぐらいで撮られてるんですか？僕結構85が好きなんで、85。結構対応するんですけど、フルサイズ機で85ミリってことですね。そうですね、フルサイズで切って85ですね、はい、なるほど。たまに135とか見るといいなって思うんですけど、なんとなく185で撮るっていうのが昔からなんか、なるほどですね。はい、手前のキラボケっていうかフレアみたいな、はい、そこら辺も印象的だったと思うんですけど、手前に何をかじっていうとか、そこら辺の手法ってなんかどんな感じだったんですか？そうですね、手前はアクリルのブロックみたいなやつですね。透明のアクリルのブロックをここ入れて撮ってるやつが結構多いかなと思いますね、ムービーでもそれをレンズ前で持ってみたいな。あ、ね、今出していただいてますね、アクリルブロック。こういう状態ですね、はいはい、そうですね。そういうのなんでって感じで、ちょっと形がいろんな形のやつ、もうちょっと角が多いやつとか、こういろいろ持っていって、で、挟んでってるって感じです、ね。あ、挟むんですか？あ、挟むっていうか、レンズ前に入れてるって感じ。ああ、なるほどですね。はい。いや、なんかすごいシャープで、ボケ足が綺麗だなっていう感じがあるんですけど、ムービーって何かレンズフィルターとか使ってたりとかいうのがあるんですか、これは？ブラックミストを多分使ってたんじゃないかなと思います、この時。ブラックプロミスト？はい、ちょっとボケ足が出るというか。はい、はい。を使ってたと思いますね。流行ってるんですかね、ブラックプロミスト。僕もディフュージョン系いっぱい使いますけど。そうですね、なんかこの時、ちょっと、うちの中でブラックミストブームが来てた。ありましたね。最近あんま使ってない気がしますけど、ハイライトのにじみの感じとかはね。そうですね、そうですね。あとシグマが結構硬いんで、シネレンズとかに比べると、やっぱりこう解像力番長みたいなところがあるんで、シネっぽい雰囲気を出すんだとやっぱりフィターワークとか、何か一つないとっていうのは感じます、もうちょっとトーンについてお聞きしたいんですけど、これレタッチはどんな環境でされてるんですか？そうですね、グラフィックはレタッチャーが社内にいるので、そのまま仕上げをしていって、で動画の方は、ブラックマジックなんで、そのままダビンチで社内でやっぱり、色も見てって感じですね、この頃になるともうブラックマジックローとか出てる頃ですか、これは？あ、出てましたね、これもローで撮られてる感じですか？そうですね、これもローで撮ってるんです。こういうのってラットとか使うんですか、それとも使わずにオリジナルの素材をこうひたすらいじっていく感じなんですか？
ではですね、グレーディングをした人間が今ここにいないので、正確なことは分かんないんですけど、ジュマ君だったと思うんで、この、多分何かのラッ、ベースのラットも使ってるんですけど、それをかましながら、自分なりの調整していくっていうやり方はしてたと思いますね。なるほどですね。これちなみにロケ地ってどこら辺なんですか？これがですね、僕毎回間違えちゃうんです、うん、栃木だったと思います。栃木とかそこら辺のロケーション決めるのもバード&インセクションの方で全部仕切、はい、ってやるって感じなんですか？大体そうですね。この案件の場合はもう、うん、企画の段階から全部うちの方でやらせてもらって、いくつかパターン案出しして、それで、まあ、この感じで行きましょうみたいな。で、ロケ地とかも全部自分たちで手配して、モデルさんも手配して、みたいな感じ。ロケ班と撮影と仕上げとで、だいたいどれぐらいの日数間でやられてるんですか、こういうの。そうですね。企画が始まったとこから行くと、だいたい1ヶ月半ぐらいですね。仕上げまで。仕上げまで。で、ロケ班は1日で行っていて、で、撮影も1日ですね。このオープニングムービーだけなら。撮影自体は結構じゃあもうコンパクトにパッとやってる感じなんですね。ね、完全にめちゃくちゃコンパクトですね。確かにうちは、なんか、コンパクトじゃなく見えてたら嬉しいっていう感じですね。ああ、いや、全然、もっと大変そうに見えます、なんか。めっちゃいつも撮影コンパクトですけどね。すごいね。スタッフ総勢どれぐらいの規模なんですか？例えばこの山奥で撮影するときは。そうですね。モデルさん一人で、スタイリストさんとスタイリストさん、アシスタントさんとヘアメイクと、僕らの方が、カメラマン二人と、まあ、スチールと、兼任で僕と、あとディレクター。アシスタントが1人なんで全部で9人ですね。すごい、10人以下でグラフィックとムービーと、はい、まあ、そうですね、制作とみたいな感じですよね。ですね。今聞いてると、そのクライアント直の案件みたいなのが、例えば今の見てた中野製薬っていうのはそういうことですもんね。そうですね、はい。そういうのって結構多いんですか？よくあるんですか？そうですね。うちの会社だと、7割ぐらいは直ですね。すごい。そうなんですよ。だから、逆に代理店さんとのお仕事っていうのは、たまにやるとすごい緊張しますね。なるほど。窓口っていうか問い合わせ口はやっぱ SNS から来ることが多いんですかね。どういう経緯で来るんですか、そういうのって。ほとんどは、知り合い捨てが、まず一番圧倒的に多くて。なんで、まあ、Facebook とかで連絡が来たり、誰か紹介していいですかみたいな連絡が来たりとか、っていうパターンが一番多いんですけど、次に多いのは、僕ら結構、展示会に毎年出してたんですよ。展示会。はい。クリエイターズエキスポっていう、毎年クリエイターの人がいっぱいなんかブースを出す、展示会があるんですけど、それに出してて、そこで結構いろんな人と知り合ってっていうパターンが多いですね。見ず知らずの人がオンラインで問い合わせしてくるっていうよりは、割とオフラインでも知ってる人からのお話っていうのが多いってことなんですね。はい、そうですね。それがめちゃくちゃ多いですね。なるほど。ありがとうございます。そんな中で僕自身も大好きなんですけど、落合陽一さんの映像を作られてるっていうところがあると思うんですけど、質量への同型でしたっけ？落合陽一さんの写真展ですよね。天名のスペースでやられてた。そうですね。それの映像と、この写真も何かになってるんですか？フォトブックみたいな。いや、これはですね、はい、映像の切り出しですね、ここに。ああ、そうなんですね。その時は動画だけですね。あと、YouTube チャンネルもやられてると思うんですけど、この辺ってどういうつながりの中から生まれる感じなんですか？はい、これはですね、
もともと僕らが甘いイメージっていうあのストックポットの部署がアマンダにあるんですけど、はい、そこのあの仕事をちょっとしてたんですね。でそれでまあ仲良くさせてもらって、でその部署の方からの紹介でこの展示会があるときにアフタームービーを撮ってもらえませんかって言われてたんですよね。でまあこの時はその YouTube の話とか全然なかったんで、あのまあこれを撮って終わりみたいな感じで、であのうちの阿部っていうまあシネマトグラファーがいるんですけど、阿部があの一人で行って一人で撮って一人で編集するっていう、超ミニマムな感じで、しかもそうだったわ、ほぼ初めての編集、初めて、ジンバルにブラマジみたいなイメージですかこれは。そうですね、ジンバルにブラマジと、あと三脚スライダー感じ的なやつつけて、はい、でブラマジっていうまあ一人二カメみたいな感じで、一人二カメ、そうです、あの浪人やってすぐあのスライダーやってる。あ、なるほど、ね、あのウェディング系のフォトグラファーが2個掛けしてるみたいなもんですね、カメラ。そうそうそう、はい、そういうイメージです。面白い。じゃあ割とどれぐらいの時間で撮ってんだろう、ここら辺の今の。あ、もう、うん、本当に数時間ですね、多分これ3ぐらいじゃないですかね、3、4時間ぐらいで、撮影して、うん、まあ、編集して、アップしたんですね。うん、まあ、それはそれで、あの、納品になったんですけど、うん、で、なんか、ちょっと前に、僕らが YouTube チャンネルやり始めて、うん、で、しばらくした時に、その、アマンダイメージズの方から連絡もらって、うん、で、なんか、この、星谷さんの YouTube 始めてるんですけど、一緒にやりませんかって言って、うん、で、このなんか、ムービーを結構、うん、あの、評価してくださってて、落合さん側も、あの、田村さん側も。で、まあ、あの、このトーンに近いので一緒にやりましょうっていうので、うん、で、今、天野さんとうちで一緒に、うん、あの、制作する感じ。なるほどですね。天野なんですね。はい。もういろいろ聞きたいことがあって話は尽きないんですけど、写真とかこの映像の世界っていうのはどうなっていくのかなみたいな、いろいろとお話聞きたいなと思ってるんですけど、こういうグラフがあって、まあフィルムが突然10年かけてもう需要が全くなくなってしまったっていうのが20年前に起きたっていうことがあって、10年周期でそういうことがテクノロジーの大きな変化でこの撮影のあり方が結構変わるよねっていうことって起きてて、で、それのきっかけっていうのが、例えば2000年だと IT バブルが弾けましたっていう瞬間、でそこから一気にデジタルになっていくっていう写真の流れがあって、で、その後またリーマンショックが起きて、iPhone とか 5D Mark II、Red One っていう、まあ、ここら辺は今のビデオグラファーとかデジタルシネマがこう誕生したっていう瞬間で、で、ここ10年でその流れがブワーッと押し寄せてきて、もうムービーの方もフィルム撮影ってなくなっちゃったな、みたいな、結構大きな変化があって、で、今、2020年にまた何かが起きるんじゃないかなっていう中で、この先写真とか映像の世界っていうのは、どういう風になっていくのかなっていう話を、俊太郎さん的にはなんかこの5年先とかもう10年先は分かんないですけど、ちょっとそういった近未来ってどんな感じになって何が大切になってくるとか、そこら辺ってどう思われますか？そうですね、なんかまあこうどこまで先にこうどうなるのかがちょっとこのコロナで若干読めなくなってきた感はあるんですけど、うん、